皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、ででん、はい、無印の大量の購入品を紹介していきたいなと思います。なんか最近結構ね、シンプルが好きだったりとかして、無印がいいなって思うことが多かったので、ちょっと気になってたものいっぱい買ってきたので、リピート商品とかもあるので紹介していきたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。あかりんの収録動画スタートです。よし、何から紹介しよう。まず私が気になってた商品いきます。これは3つ買った。こちら。これね、3足で990円の靴下なんですけど、普通の靴下に見えんねんけど、ここがなんかちょっとこういう風になってて、スニーカーインってやつ？こんな感じで履くじゃないですか。そしたら、ここがスニーカーから出にくいみたいなやつらしくて、普段ね、あんまヒール履かなくて、スニーカーでうろうろしてること多いねんけど、うろうろしてること多いねんけど、結構さ、何履いても靴下って出ませんか？それがちょっと気になってたから、ネットで無印のがいいって書いてたから買ってみた。キャラクターものの靴下とかもめっちゃ履くねんけど、シンプルなものがいる時もあるので、シンプルなもの買ってみました。いつもさ、靴下ユニクロで買うねんけど、ちょっと初めて無印で買ってみた。なんかユニクロの割とね、すぐ破ける気がして、気のせいかもしらんけど、割とすぐ破けちゃうって、めっちゃ親指とかすぐ破れるから、無印のとどっちがいいかなと思って、ちょっと今回無印買ってみました。白1足と黒2足買いました。そう、この動画ね、出す頃に終わってんねんけど、無印がさ、安かったんだよね、セールしてて。続きまして、アイロンマット買った。じゃーん。私ね、アイロン持ってんねんけど、スチームアイロンやからマット持ってなくて、でもなんか意外とこう、つってアイロンするのって難しくないですか？それでアイロンマット欲しいなと思ってたけど、アイロン台はさ、もう邪魔やからいらんなと思ってたら、たまたま無印でマットタイプ見つけて、ネットでもなんか見ててんけど、ちゃんとしっかりここまで折りたためてコンパクトになるもので、ちゃんと大きさもあるものって少なかったから、めっちゃいいやんと思って。これ買ってみた。あんまりね、そんなアイロンかけないんですけど、めんどくさがり屋やから。なんか割と最近ジャケットとかもよく着たりとか、なんかパンツ履いたりとかすることも増えて、なのでなんかしわくちゃやなって思うこと多いのと、あとスタイリストさんいる時はいいねんけど、私服でのお仕事の時に結構しわしわみたいな事件が結構あるので、それは良くないなと思って買いました。続きまして、これはあったら便利かなと思ってて5個買ったんですけど、これはストックしとこうと思って、なんかボディーシート、大きいボディーシートです。1個100円なんですけど、汗拭きシートは夏になってよく使うけど、ちっちゃいからそんな全身拭けないじゃないですか。なんかジム行ってそのまま時間なくてシャワーもできず仕事に行くみたいなこととかよくあるんですよ。そういう時にバーって拭けたらいいなと思って、あったらいいんちゃうと思って、ジムに置いとこうと思って買いました。まあ、これはなんか夏場結構使えそうじゃない？はい、続いて、キッチン用品行ったり、普通に雑貨行ったり、いろいろちょっと点々としますが、こちら、ウレタンフォーム三層スポンジっていう、食器洗う時のスポンジなんですけど、もう基本ね、洗い物手洗いで、いつも100均のスポンジを使うんですね、私。全然お料理しない時期は、100均のスポンジで十分なんですよ。でも、お料理する回数が増えると、スポンジのへたりが早くて、で、無印の泡立ちがめちゃくちゃいいっていうのを見たのと、白もあってんけど、このグレーだと汚れが目立ちにくくていいって言ってたのと、ちょうどシンクがシルバーやから馴染むかなって思ったのと、無印のを使ったら100均のには戻れないっていうのを見たので買ってみた。これはちょっと使ってみたいと思う。そして続いて、粉物保存容器を2つ買いました。なんか今普通に100均のやつ使ってて、小麦粉とか片栗粉を冷蔵庫に入れてるんですけど、結構幅があって野菜室が狭くなっちゃうから、スリムで高さのあるやつが欲しくて、無印にあったので大きいのとちっちゃいのを買った。こっちを小麦粉用で、こっちを片栗粉用にしようかなって思ったんですけど、最近米粉も買ったから、あ、もう一個買えばよかったなって思っててんけど、でももう一個買ったら結構場所取りそうやなと思って、まあ一旦2つと思って買ってみたんですけど、皆さんは粉物は冷蔵庫に入れますか？私はずっと普通に冷蔵庫に入れてなかったら、なんかルームツアーした時に冷蔵庫に入れた方がいいよっていうのを教えてもらって、冷蔵庫に入れるようになりましたっていうのと、これ私めっちゃお気に入り商品、結束テープなんですけど、私はなんか家中のこういうまあコードとか延長コードとか使わない時とかまとめてて、今まではぐるってくくっててんけど、そうすると見栄えが悪いから全部結束テープ、ドライヤーのねコードとかも全部使うようにしてて、ずっと100均のやつをね切って使ってたのね。でも無印のやつがめちゃくちゃ良くて、何がいいかっていうと、こんな感じでね、こうマジックテープになってんねんけど、これハサミいらんと、こうやってミシン目が入ってるから、ちょっと硬いねんけど、こうやって
手でちぎれるんですよ。で手でちぎってコードとかあったらこういう感じでまとめれるから、持ち運ぶコードとかももう全部こうやって綺麗にまとめるようにしてて、やっぱ機材類がうちは多いから、あとまあ最近何でも充電式じゃないですか。だからめっちゃいるんですよね。でもこれをね何回も買ってて、ずっと100均のやつ使ってたけど最近無印のにしたらめんどくさくなくてよかったので、これをねリピートしてきました。で前買ったのはグレーだったんですけど、白が売ってたので白も買いました。まあ今ちょっと黒に白巻いたけど、黒のやつにはグレー系巻いて、白のやつには白巻いてみたいな。なんか全然几帳面じゃないんですけど、 AB 型やからかなんか分からへんけど、あそう私 AB 型なんですけど、変なとこめっちゃこだわりあるんですよね。だから色分けたいなと思って白も買ってきた。でなんか AB 型の人共感してほしいんやけど、マジで変なとここだわり出ません。そして続いてこちらパスケース、めっちゃシンプルでしょ。これはジムね、最近引っ越したから変えたんですよ、ジム行ってる。ジムをでジムにあのパスがいるんですね。でそのパスを入れとくためのやつ、今普通にお財布に入れてんねんけど、まあ、ジム用のカバンあるからもうそれにつけとこうと思って、2つ入るからこっちに入れて、こっちはまあなんか別のも入れれるなと思って、なんかシンプルなやつ買いました。無印はシンプルでとってもいいですね。続いてこれはエバーケースって読むかな、こちらこういうなんかクリアのケース、もうペラペラなんですよ、ペラペラ。でもこのペラペラ感が逆にいいなと思って、領収書入れるのに使おうと思って、はい買いました。なんか100均でもこういうのは全然いいねんけど、なんか私はこの無印の半透明な感じが好きでこれにした。領収書の整理ってマジでみんなどうしてる？私結構ストレスなんですけど、あれでね、こういう雑貨周りで言うとバックインポバッグみたいなやつをね2つ買ったんです。私は結構カバンの中身の紹介とか見てもらったら分かんないけど、めっちゃポーチを持ち歩くんですよ。何でも小分けにしちゃうの。そうするとね、ポーチをねいっぱい入れなきゃいけなくて、なんかすごいカバンが膨らむんですよね。だけどこれは細めのマチみたいなのがついてるから、カバンの中で自立してくれんねん。ここにボタンがついてるから、こんな感じで止めてともできるし、なんか一応ここに取っ手がついてる、こういう感じで中見てもらうとめっちゃ小分けできるんですよね。ちっちゃいポケットが2つと大きいポケットが1つとファスナーもついてるから、入れ方によってはすごい便利なんじゃないかと思ったんですよね。 iPad も入るかなと思ってこれ買ってんけど、あ入るわ。こんな感じで iPad 入れて、内ポケットに SD カードとか絆創膏とかなんかボールペンとか差しといたら、あこれだけ持ってけばいいんじゃないかとか思って、このポーチにはコード入れて、このポーチにはメイク道具入れて、このポーチには薬とかウェットティッシュとか入れてとかやって、ポーチをなんか5個ぐらい持ち歩くんですね。カバン変えるとさ、結構ポーチもまた一から入れ直してとかめんどくさかったりするけど、これだけボンって変えれたらめっちゃいいやんと思って、しかもなんかシンプルで何に入れてても大丈夫そうやから買ってみた。まあ、使ってみてよかったらまたカバンの中身で出てくると。でこれもバックインバッグっていうやつで、これは大きいバージョン。この前あのカバンの中身紹介した時、ディオールの大きいカバン持ってたと思うんだけど、あれもすごい便利やねんけど、中ですごい物が散らかるから、これ入れといたらめっちゃいろいろ収納しやすいんじゃないかなと思って。なんかね、私収納系好きなんですけど片付けられないんですよね。でもなんか片付けの法則みたいなの見てたら、収納ケースとかいっぱい買う人は片付けられへんらしい私やんと思ってんけど、でもこれならちょっとなんか簡単そうじゃない？なんか充電とかさ、家でする時もこれごと出しとけばまたセットで持っていけるしとか思って買ってみた。これで荷物がまとまったらいいな。そうなんか引っ越す時になんかもう汚かったし、あんまり使わへんからと思って捨てちゃったんですけど、無印のあの超音波のアロマディフューザー昔使ってたんですよ。一番最初の一人暮らしのお家の時に買ったんかな。基板できてて汚かったからもう捨てちゃったんですね。けどやっぱり寝る時アロマ焚いて寝たいなって思って、で私はねライフスタイルの中で香りをすごいね大事にしてるんですよ。常にさすごいなんかあれもやらなこれもやらなってなんか生きてるからかなんか知らんけどさ、もう自律神経乱れまくってるんやと思うねんな。だからなんか寝る時ぐらいこう自分の一番いい状態を作ろうと思ってすごいそこに気持ちかけてんねんけど、やっぱりアロマ欲しいなと思って買い直したんですよ。そしたらね最近ねあの充電タイプのあのコードレスで使えるタイプが出てたんですよね。なのでちょっとそれめっちゃいいやんと思って買ってみた。でことにさ気持ちかけすぎてさ、ベッド周りさほんといろんなもん置きすぎて置く場所ないねんな。寝る前乾燥したくないからミストとかリップとかボディクリームハンドクリームでなんか寝る時に塗るクリームとか、あとなんかこう顔マッサージするやつとか、何あと手マッサージするやつとか美容グッズをもうこの辺に置きすぎて、置くとこないねんけどどないかして置くわと思って、で充電器もついてました。今日の夜から使ってみようと思う。ここにね水を入れてこんな感じで電気もつくので、なんか寝る時のね間接照明にもなるし、まあ、シンプルでベッド周りね私はシンプルなので
いいかなと思って買ってみた。一応タイマーも120分と60分でついてるから、でもやっぱね、いい香りに包まれて寝るとしっかり寝れる気がする。はい、そして続いてキッチン用品、こちら野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン袋、20枚入り399円でした。なんか電子レンジとかには使えないんですけど、野菜とか果物を買ってきたら裸のまま袋に入れて空気をなるべく抜いて止めておいて、野菜室入れて保管したら野菜の持ちが全然違うらしい。私毎日ね、なるべくお料理したいなって思うねんけど、やっぱり一日中お仕事詰まってたり、東京行ったり大阪行ったりとかで結構食べ物ね、まとめ買いとかしたら腐らしちゃうんやんか。だからあんまりまとめ買いしひんくすんねんけど、例えばさ、人参とかさ、じゃがいもとかさ、大容量のやつの方が安かったりするやんか。今日はカレーするし、じゃあ人参買おうでも1本でいいねんけど、でも3本入りの方が安いから3本入り買おうとかすると、人参とかもさ、根菜やからそこまで持ち悪くないけど、でもやっぱ気づいたら私人参そもそも嫌いやからさ、よく腐らせちゃうのね。じゃがいもとかもさ、まあいけるやろいけるやろと思ってたら、あれめちゃめちゃ出てるみたいになったりとかするから、こういうのあった方が、これに対してのお金はかかるけどトータルで見た時に節約になるかなと思って買ってみた。なんかその私はこれネットで見て調べて買ったんですけど、めちゃくちゃもう圧倒的に持ちがいいらしい。白菜とかレタスとか、その葉物の野菜、葉野菜なんていうの、葉物違うな、なんていうの、葉っぱ系は全然ね持ちが違うって言ってたから、葉っぱ系なんてすぐ傷んじゃうやん。なんかちょっと一回やってみますね、よかったらまた紹介します。はい、続いて、あ、これはなんか食べ物、そう、お菓子もいっぱい買おうかと思ってんけど、最近なんかもう顔がブクブクしてきたから、いい加減痩せようと思ったのと、あとなんかこう背中周りが結構ムチムチしてて、なんか背中周りに突き出すと結構もう太ってる証拠やから、私の中で太ってるって言っても普通よりは太ってないんだけど、あの自分のベストから太ってるっていう状態やから、あ、これは良くないなと思ってお菓子はやめたんですけど、最近ご飯はしっかり食べるから、タコ飯作ってみたいなと思って買ってみた。え、美味しそうじゃないこれ。タコも入ってんのかな。あ、入ってるわ、具が入ってるから。これをお米2合と一緒に炊いたらいいんだって。私結構おばあちゃんが作ってくれるタコ飯好きやったから、これで自分でやってみようと思う。あ、じゃん、お薬ケース、肌系のねお薬を飲んでるんですけど、サプリとか飲むんですけど、そう、持ち歩くのにこれいいなと思って、ピルケース持ってなかったので欲しくて買った。そしてこちらはソーダガラスっていう瓶ですね。こちら2つ買ったんですけど、これは何に使うかっていうと、そう、私ピラティスの先生に勧められて、塩麹とか醤油麹とか、あの麹を摂取するようにしてるんですよ。めっちゃ体にいいんだって。腸内環境も整うし、まあ、腸内環境を整うと免疫も上がるし、私本当に体が弱いのかすぐ体調崩すから、すぐ復活すんねんけど、すぐ熱出すから、ちょっと本当にお仕事でも迷惑かけられないので免疫上げていこうっていうのと、やっぱ腸内環境がいいとダイエットにもすごくいいから、腸活の一つとして、その醤油麹とか塩麹とかって、まあ、お肉焼く時とかに塩麹につけておいてから焼くとお肉あの柔らかくなるし、普通の調味料を塩麹とか醤油麹に変えることによって自然に摂取できるじゃないですか。そう、なんか無理しなくてもやし、醤油麹とかやったらご飯にかけるだけで美味しかったりとかするから、めちゃくちゃお料理がシンプルに美味しく食べれる、我慢して食べるとかもなく食べたくて食べるっていう感覚の調味料やから好きなんですよね。作るときはヨーグルトメーカーで作んねんけど、その保存しておくのにこういうガラスのものに入れないとあかんねんけど、でこう蓋がついてるタイプでいっぱい作ってもいっぱい入るやつが欲しくて買ってみ、で最近はなんかその麹作りっていうのをいろいろ見てて、ちょっと今時間なくて作れてないねんけど、今度お休みの日にやろうと思ってるのは納豆麹とニンニクも、あの調味料の代わりになるから、ニンニク麹みたいなのも作ろうと思ってて、いろんなものがその調味料の麹がいっぱいできるっていうのを見て、ちょっと美味しいの探そうと思って作ってみたいなと思って、それを保存しとく用で買ってみた。で1回作ると結構たくさんできるから、なんかおばあちゃんとかに持ってってあげたりとかするのね。みんな喜んでくれるからまた作ろうと思って保存用で買ってきました。そしてこれラストですね。ラストはこちら、スパポーチ。これなんかサウナ行く人とかめっちゃおすすめって言ってるイメージなんですけど、私はジムで使おうと思ってて、ジムシャワーとかねお風呂入れるんですけど、私ねお風呂屋さんとかも結構好きやから、そういうのに持っていくポーチが欲しくて、でこれはなんか水気を拭き取りやすい素材だからいいなと思って買ってみた。こういう感じなんですけど、中にね1個ポーチが取り外しできるタイプがついてて、なんかお風呂行くとき鍵とかこういうのに入れとくのもいいんじゃないとか思ったりして、今ねリサさんの、あの関根リサが本気で作ったポーチみたいなのを使ってんねんけど、もう1個欲しかったんです。
ですよ。スキンケア入れる用とシャンプーとか入れる用って2つ欲しかったから1個は無印で買ってみたっていう感じで、収穫は以上になります。でもマジで一番ねおすすめはね、このミシン目付きの結束テープ、これめちゃくちゃおすすめ。コード類散らかってると家散らかってるように見えるから、パソコンとか機材多い人はまとめるのおすすめなんですよ。おすすめポイントもう一個言うの忘れてんけど、100均のやつはこのね目が荒くてねチクチクするんですけどね、無印のやつはすごいね肌当たりが、コスメレビューみたいだったけど肌当たりが優しいし、なんかしっかり密着してしっかり止まってくれるのも好きなところ。こんな感じでしたが皆さんいかがでしたでしょうか。参考になるかな、こんな参考になるのかわからないですけど、あの皆さんのおすすめ商品とかもあればぜひこのコメント欄見て、みんながお買い物の参考になったらいいなと思うので、みんなのおすすめの無印商品も教えてください。今日なんかメイクめっちゃ薄いよな。朝5分でしたから、そこからなんか直してないからめっちゃ適当メイクみたいになっちゃったけど、最近ちょっとギャルメイク的な感じが多かったから今日は薄めですね。ということで今日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。